どうもガンプランナーです。ついさっきツイッターで前澤社長が全員お金送りは宇宙からすることに、とツイートしていたんだよ。送ったお金が大気圏で燃え尽きちゃわないか心配ですね。さて今月初めにこの動画を上げてから、非常に多くの反応をいただいております。本当にありがとうございます。自分は編集に時間がかかるためその作業中動画へのコメントなど確認できないんだよ。でも必ず確認してできるだけ返信するので気長に待ってもらえると助かりますです。そしてたびたび話題にしているマイニング終了時期が延期という情報。はじめは3月そして5月に延期とコメントをいただいて、それに対して最初の3月への延期に関してソースが見当たらないというコメントも来ていたので、ちょくちょく延期関連の情報提供を呼びかけていたんだよ。これはマイナーのみならず我々自サッカーやゲーマーにもグラボ高騰の原因として関わる情報。でもいくら探しても見当たらないので日本語になってない英文とかなのかも、と思ってたんだけど、やっと見つけたんだよ。というわけで今回はマイニング終了5月まで延期というお話を。マイニング終了延期を知る鍵はデジカルデボム。まずマイニング終了時期というのは、コロナ禍でずっと辛い思いをしてきた我々にとって非常に重要な情報になるんだよ。このチャンネルで取り上げてるのは中古のグラボの買い時そしてその価格。マイニング終了が近づいてる今その価格で買って大丈夫ですかってところなんだよ。たびたび話題にしているプルーフオブステークへの移行というのは、これまでにもあったビットコイン大暴落で収益でないので掘るのやめるのとは、全く違う話でマイニング自体できなくなるので終了という話なんだよ。なので終了時期次第では今もなんとか釣り上げようとしてる高すぎる価格で買ってしまうと、終了時点で稼げた金額を引いても新品の同型グラボより高くついてしまうってことだよ。もしくは終了後に買えばマイニングができる強みをなくした。ただの中古になるのでそこまで待つのが最も無難かもしれないよ。自サッカーやゲーマーにとっては欲しいグラボを高騰させてる原因でもあり、怒りを覚える人もいるかもしれない。ライトハッシュレート版が出て買いやすくなったとはいえそれは RTX30 シリーズの話で、中古グラボに関しては大体倍くらいしてる現状。ただ RTX30 シリーズに関してはこの動画で紹介してる通り、需要と供給のバランスで現在の価格になってるというよりは、転売ヤーの買い占め大量投入することで価格操作されているよ。なのでそこは怒りの矛先戦う相手を間違っちゃいけないよ。そんでもってもうちょっと冷静になってみた時にマイニングというのはこのご時世。結構ありがたい誰にでもすぐにできる金策なんだよ。そこで動画へ寄せられたコメントにあったマイニング終了時期の延期は、非常に嬉しい情報になるわけだけども、その情報のソースが見つからないというコメントもあり、すぐにでもグラボ欲しい派はじゃあ今いくらならグラボは買いなのか。終了を待つ派にとってはいつまで待てばいいのか。まだマイニングしたい派はいつまで掘れるのか。どう判断していいのかやや難しい状況にあったんだよ。あれからもマイニング終了が延期されるのであればそれはいつなのか。ずっと探していたんだけど全然出てこない。しかしそれもそのはず終了時期を知るにはもうちょっとマイニングについて詳しく知る必要があったんだよ。そもそもマイニングってすごく簡単に始めれるじゃん。詳しい知識なんてなくてもいいんだよ。自分もやってみたらできた、稼げた、終了なの、この程度なんだよ。ここで重要になるキーワードは、ディフィカルティボム。なんぞなもしってなってる人のために順を追って説明するよ。まず今のマイニングできてる状況がプルーフオブワークであり、イーサリアム 1.0 であり、ブロックチェーン。それぞれ意味は違うかもしれないけどとにかくマイニングできるってことなんだよ。そしてマイニング終了になるのはプルーフオブステークでありイーサリアム 2.0 なんだ。そしてプルーフオブステークになって終了する前にディフィカルティボムというのがある。実はこのディフィカルティボムが来てしまうと実質マイニング終了になるというなんとも恐ろしい爆弾なんだ。ディフィカルティボムというのはマイニングはできるんだけどもう全然稼げない状態にされてしまうらしいよ。なので実質マイニング終了なんだ。リストラしたい人をいわゆる窓際に追いやるのと一緒だね。全然稼げなくしてイーサリアム 2.0 に移ってもらうという嫌がらせなんだよ。このディフィカルティボム今年7月とかに出ていた予定では、なんと12月1日に実装予定だったらしいよ。恐ろしいよね。一応最初に想定していた万が一マイニングが2ヶ月で終了してもというのが、ガチで正解だったんだよ。ただし今回見つけた記事によればディフィカルティボム実装が、2022年の5月まで延期らしいんだよ。というわけで動画に寄せられていた5月まで延期というコメントがガチだったというわけだよ。3月というのも多分それ以前にあった情報なのかもしれないね。とにかく探し方としてはマイニング終了延期3月5月この辺のキーワードでは出てこなくて、ディフィカルティボムで検索するといっぱい出てくるんだよ。いやーすっきりしたね。延期の情報をコメントしてくれた方々本当にありがとうございます。そして追加情報として、当然今の収益のまま5月までいけるとは必ずしも言えないんだよ。ついこの間も EIP なんちゃらってのが実装されて収益が 25% くらい落ちたよね。ビットコイン価格が4月までと比べても遜色ないのに、1日の収益があの頃に届かないのはそのためだよ。そういった細かいのを途中入れられるかもしれないし、ビットコイン価格が下がることもないとは言えない。なのであまり楽観的に想定してはいけないと思うけど、とりあえず今のところの情報ではマイニング終了は5月まで延期。あと半年はお小遣い稼ぎができるんだよ。ということで今すぐグラボ買いたい人はこの動画のようにいくらなら買いか、自分で計算してみるといいと思うんだよ。RTX2060 Amazon で3万円ってこれ本物。この動画を編集してる時点では昨日かな。コメントで Amazon に RTX2060 が3万で売ってるけどリマーク品かな、というのをいただいたんだよ。RTX2060 については2020年の年末時点で、安いものだと3万ジャストだったのを数本見かけたんだよ。当時はちょっと迷ったんだけど性能だけで見ると、レイトレーシング使わないなら GTX1070 でいいじゃんと判断し、しかも価格も考慮すると RTX2060 が3万 GTX1070 が1万7000円。まあ買わないかな。ただし、他の動画でも言ってたオーラスの3連ファンのやつ、あのタイプのものがもしあるならどうしても欲しい感じだったんだよ。ほんととにかくかっこいいんだよ。さてコメントを受けて実際に Amazon を見てみると、あったんだよしかも販売元の名前何これ。実質2万5000円で買えるってことなの。コメントでもいただいた通り中国の業者っぽいんだよ。限りなく怪しいよね。実は1ヶ月くらい前になるか RTX3080 を狙っていた時に、Amazon でもメルカリなどでもなく中国のフリマサイトみたいなところで、サイト名忘れちゃったんだけど9万くらいで RTX3080 ノンライトハッシュレートが売られていたんだよ。画像を見る限り綺麗な部屋で撮られていて現物も映ってて良さげだったんだけど、自分にはあれを買う勇気はなかったんだよ。ただ可能性としてちょっと思ったのが、中国のマイニング禁止になって使わないので売りに出すってことも可能性としては 0% ではないのかなと。9万で買えたら予算めっちゃ浮くし本当に迷った挙句ビビってやめたよ。そもそも中国のマイニング全面禁止ってなんでなんだろう、と不思議だったんだけど、あの国って何でもかんでも根こそぎ取りに来るじゃん。だけどお金を海外に持ち出しとか嫌うから仮想通貨もそういうことなのかな。いろいろ考えたんだけどどうやら自国もデジタル通貨をやるからビットコインとか持ってんじゃねえってのもあるらしいよ。そしてマイニングダメってやめさせといてその通貨はブロックチェーンとか、そしてマイニング禁止自体は今までも何度も言ってたんだけど、大して効果なくてみんな続けてたんだとか、ところが今回はガチっぽいとなって、中国のマイナーたちはカザフスタンやロシアに機材ごと速攻逃げてそっちのハッシュレートが上がってるらしいよ。つまり、中国のマイニング全面禁止でグラボ安く売られてる説はやっぱ微妙なんだよ。もう一度 Amazon の RTX2060 を確認すると新品となってるんだよ。マイニングできなくなったから売ってるのではないってことだよ。抱えてた在庫。いやー。何にしてもコメントくれた方が試しに買ってみたらしいので報告を待つんだよ。ちなみにフリマを確認するとこんな感じ。ものによってはリファレンスみたいなのは4万台前半でも5万かな。とにかく RTX2060 の中古市場の数が少ないね。別のフリマはもっと高いわ。ただもしこれが本物だとしたら、GTX1070 がまだ3、4万をフラフラしてるので、こっち買う方がお得だわな。あと新規出品者なんだよ。取引後の評価がないんだ。Amazon ってどうなんだっけ？以前初期不要の返品はしたことあるけど、届いて GPUZ かなんかで中身確認して偽物だったら、返金の対応してくれそうだよね。だとしたら一か八か買ってみて本物だったらラッキーでいいのかな。これ偽物業者だとしたら売り逃げできると思ってやってんのかな。箱詐欺もそうだけど一か八かでやってくるからな。では現在 RTX3080 はどんな感じかな。なんとなくこのところ動きが鈍かった気がしてたんだけど、1ページ目の上の方を見ても20から22万で結構売れてる気がするよ。あとマイニングリグも売れてるんだよ。何か動きあんの？前半にも話した通りあと6ヶ月マイニングできるとしたらまあギリありなのかな。今のままいければの話だけどね。いやでも高いと思うな。相場値上げで持ってかれたらマイニングの旨味は結局ないじゃん。でも予算あったら、買ってしまいそうな気がしないでもない。最終的にペイできれば現物残るからね、贅沢に使えるよね。買えるやつはいいな、羨ましいな。中国のマイニング全面禁止の理由の一つに、カーボンニュートラルを目指すなんて言ってるけど、嘘くせえー、と思った人は、ぜひ次の動画もよろしく。